女性の皆さん、最近体型気になりませんか？まあ、年齢とともにですね、崩れていくんですよね。このままですと鍋子みたいになってしまうんですよ。怖いですよね。助けてほしいですよね。今日ですね、あなたのその体型直してくれる方がいるんです。こちらの方です。どうぞ。来た来た来た。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。あやさんね、この格好でですね、東京から走ってきましたから、はい、よろしくお願いします。お願いします。もう見てからこの半歩腹筋が何ですか、この腹筋ね。気がついたらこうなってました、ね。はい、そうですね。女性の体にはですね、4つの悪魔が潜んでるんですよ。4つの悪魔、ね、今日ね、それをですね、はい、あやさんに退治してもらいますので、今日よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。いい体してますね。お願いします。じゃあどうぞこちらへ。はい4つの悪魔ですか。4つの悪魔ですよ。あやさん、はい、さすがあれですね、鍛え抜かれたからですね。そうですね、もうこれ私の武器なんで、うん、はい、もう僕はね、シマウマかと思いましたよ。シマウマ、このレギンスだけじゃないですか。レギンスだけじゃないですか。まあでもね、正直言ってね、はい、あやさんみたいにはそうはなれないよね、うん。いやまあちょっと時間はかかりますけど、私もこれ何年も重ねて気がついたらこうなってたっていう感じなので、まあ3日とか1週間そこらではちょっと厳しいかな。そしたら私もお仕事なんないので。女性が陥る体型崩れ恐怖の4大スポット。怖いですね。怖いですね。怖いですよ。4大スポット崩れてっちゃうんですよ。そうですね、重力やっぱ下に働いてるので、うん、それなりにやっぱり体もね、顔も含めですけど、もう下に流れていっちゃいますね。はい、じゃあ一緒にやっていただく方を、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。ぽっこりしてんの？全然可愛いじゃないですかね。でもすごいぽっこりお腹気になります。そうですかね、はい、全然そんな気になるあれじゃないんですけど、ね、うん、これ多分テレビ見てる方は反感来てますよ。あんた出てないじゃないのね。え、で早速ですね、はい、お腹ぽっこり、ぽっこり、はい、まずなんですけれども、じゃあ一応座っていただいて、お家でやられる方ね、床でやるとお尻骨とかね当たって痛いと思いますので、絨毯の上か、まあ、ヨガマットご用意いただいてやってください。で一回見本見せます。寝転がっていただいて、この万歳の状態、ここから上半身を引き上げるのと膝と一緒のタイミングでここまで上げたいです。タックアップという動きです。はい、足とこう太ももの前とお腹をこうくっつけるようなイメージ。そこからまた戻します。戻した時にバーンってこう休憩になっちゃうので、ここを床につけずにちょっと浮かせたところまで、ここから引き上げる。下ろす。引き上げる。下ろす。で上半身を引き上げるのにお腹の上側を使って、で足を引き上げるのに下腹使います。なんで下腹で足の重みを感じてもらいたいんですよ。なんで下と上両方とも使っていくようなイメージでやっていきましょう。はい、はい、じゃあ一度やりましょう、はい、まず万歳から、そこからせーの、よいしょ、起こして頑張って、でまた戻します。つけずに、つけずに休まない。そう、そこから起こす。そうで下ろす、ギリギリ、そう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 、で下ろすときはここまで頑張って下ろす、で足はギリギリまで、はい、せーの、アップ。起きてない、上半身、そう、ダウン。昔の携帯電話みたいなイメージ、パタッと閉じる、頑張れ、せーの、アップ。はい、下ろす、ダウン、はい、アップ、頑張れ、頑張れ、はい、ダウン。でもしも腹筋の力がないとか下腹で足は支えられませんっていう方とかは、一緒に今ねやってたんですけれども、足だけやってみましょう。上半身そのままで足を持ち上げて、はい、ここまで上げてギリギリまで下ろす。じゃあ足だけでやってみましょうか、はい、はい、アップ、ダウン、ギリギリ、ここまで、はい、アップ、ギリギリ、ダウン。そう、これでもきつい、
いや、頑張ります。いける？そう、下腹でしっかりと足の重みを感じます。ラスト、OK！ はい、いかがですか、デリーさん、こんな感じです、ポッコリお腹。何が OK だよね。大変じゃないですか。大変ですよね。どう大変だよ。ごめんなさい。ねえ。もう涙目になってくれるじゃん。何が OK だよ。そんな簡単に OK じゃないじゃないですか。いや、もうポッコリお腹を直すの大変ですよ。そうだよね。確かね、はい、どうでした？もう疲れました。でもこれが自分の体重です。もう自分の体重、ボディウェイトをコントロールできないと筋トレってやっぱ難しいんですよ。だから自分の体重を知るっていうことが大事です。わかります。はい、いつからトレーナーになろうと思ったんですか？トレーナーになろうと思ったのは割と遅かったです。もともと体育の先生になりたかったんですよ。あ、ヤンキーじゃなかったの？違います。体育神戸のヤンキーじゃない？違います。あ、違うんだ。てっきり神戸のヤンキーだと思ってる。体育教師になりたかったんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです、うん、ずっと物心ついた頃から、うん、運動でずっと来たので。運動は良かったんだ。運動大好きだったんですよ。で、運動のお仕事の人になりたいっていう感じだったんですけど、いいね。うん、最初に運動のお仕事の人に出会うのって体育の先生じゃないですか、子供の頃って。あ、かっこいいよね。そうなんです、うん、体育の先生がもうキラキラして見えて、体育の先生になりたくて、ずっと大学まで夢ずれずに来たんですよ、うん、ただ大学に入って進路指導室ってものに初めて行った時に、うん、運動とかスポーツっていう仕事ってこんなにいっぱいあるんだっていうのを気づいて、うん、体育の先生だけしかないと思ってたのが、うん、例えばフィットネスインストラクターだったりスポーツメーカーだったり、うん、スポーツトレーナーだったり、いろんなこう、ね、スポーツっていうのの周りにこんなに仕事が取り巻いてるんだっていうことに気づき、うん、でフィットネスっていう、まあ、言葉の周りってそんなにこう年齢制限ないじゃないですか、うん、子供からおじいちゃんおばあちゃんまでフィットネスは教えられるし、ただ体育の先生となると小学校なら小学校、中学校なら中学校、高校なら高校っていう年齢の振り幅が決まってきちゃうので、より多くの人に運動の楽しさを教えたいってなった時にフィットネストレーナーだって思って今があるんですよ。そうなんだ。そうなん、体育教師に本当になりたかったです、ずっと。流れですか、流れちゃう。これね、正直言ってですね、はい、若い時はね、はい、バストのトップがね、ちょっと空を向いてるんですよ。それがどんどんね、まっすぐになって、はい、で下がっていって、ね、しょうがないですよね。まあ、しょうが、まあ、重力も下に働いてるし、うん、やっぱ筋力も低下してくるしってことで、まあ、肩と胸をつなぐ筋肉っていうのを、やっぱどうしても鍛えていかないと下がるんですよ、胸とか。ここ一番ですよ。どうしたらいいですか？それも今からレクチャーさせていただきたいと思います。お願いします。はい、まずですね、私見本見せます。この腕立て伏せのポジションです。この肩の真下に手をついていただいて、普通よりもちょっと下ですね。そうなんです。あまり開かないでください。肩の真下にちゃんと、はい、手が来るように、手の一番こう硬いところ、体重乗せても痛くないところに肩の下に置いてほしいので、セットアップしてください、はいはい、ここからお尻上がったりとかだらーんってならないように、まっすぐから肘つけて、はい、反対の肘つけて、うん、これでプランクポジションっていって、肘とつま先の3点で支えてるポジションで、手これで1です、うん、肘肘手というような動きになるんですけども、はい、もちろん体幹を固めないと腹筋がこう、背中はこうやってベローンって反ったりとか、うん、こうしんどくて上がっちゃったりとかするんで、このまっすぐをキープするために若干やっぱり腹筋は使うんですけれども、この肘をつく時のタイミング、うん、そして上がる時のタイミングで肩と胸をつなぐ、バストが垂れないようにするためのこのつないでる筋肉を鍛えられることができます。なんで意識するのはここの筋肉ね、ポイント。はい、やってみましょうか。はい、はいはい、じゃあ腕立てのポジションを作ってもらって、はい、お尻が浮かないように、はい、せーの、肘、おー、すごい、肘、お尻浮かない、肘、で、意識しているポイントはさっき言ったように肩と胸をつないでいる、ここの筋肉をちゃんと意識して、はい、じゃあお尻が上がってきたらお腹の力を入れてあげてください。はい、あとじゃあ5回、はい、5、はい、4、お尻下げるだけです。
い、3頑張れ、2ラスト、1 OK、 グッジョー、これいいですね、割とうまいですねすごい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 、できましたこれできましたね、できました、できました、はい、あやさんが食事を用意してくれましたよね、はい、そうなんです、これあれですか、こちらです、コンビニで買ってきたんですか、違いますよ、あのちゃんとテリーさんのために作ってきましたよ今朝そうです、そうです、見てください、これあの私がいつも食べる ある日の朝ごはんみたいな感じなんですけども、絶対朝に私炭水化物を食べるので、あ、そう、朝にエネルギーをチャージしておきたい、一日の始まりなんで、こちらは、うん、あの玄米にプラスアルファ10穀米を入れて炊きました、で昆布で塩昆布だけで味付けしてます、すごいね、そうなんです、あのミネラルもビタミンも豊富なので、はい、はい、とあと普通に卵なんですけども、うん、まあ、タンパク質として卵は必須なんですけども、うん、卵も私の好きな硬さで茹でました、どういうのが好きなんですかあの半熟でもなく、うん、あの硬くもなくの間、うん、ピンク岩塩で味付けしてます、はい、でサラダ、こちらのサラダはあのブロッコリーとあとベビーケール、ベビーほうれん草、あとはアボカド、あとチキン、そしてトマトで、あとはもうナッツをふりかけみたいに砕いたナッツをふりかけにかけて、オリーブオイルとピンク岩塩とあと黒胡椒、粗挽き黒胡椒で味付けしたので、あの添加物全く入ってない、すごい、全部手作りしました、てっきりどっか西アルタブのスーパーで買ってきたかと思ったけど、そうじゃないんですね、そんなもう不純物を体に入れたくなさすぎて、そうなんだ、結構自分であの作っちゃうんです、ね、そうするとね、はい、なんていうのか、それこそよくね、はい、みんなで飲み行ったりするじゃないですか、うんうん、そういう時に食事が出てくるでしょ、うん、はい、あれ食べられるんだ、あ、全然あの外食大好きだし、うん、あの焼肉とかも1週間に1回行きたいぐらい大好きなんですけど、うん、ただその食べるんですけど、次の日に有酸素運動で抜いちゃいます、もう全部汗で抜いちゃうっていう感じで、あの外食も全然大好きなんですけども、うん、基本は自炊でやってます、こうやってね、はい、お米じゃないですか、はい、よくね、それこそ女性はもうお米食べないとかってもう ね、 ね、いっぱいいますよね、食べてください、食べていいんですか、食べてください、はいはい、じゃあ私も食べさせてもらいます、ぜひとも、はい、いただきます、はい、どうぞ、ナッツも入ってるので、うん、生オリーブオイルとお塩だけです、だ、そうなんです、いやこれはね元気出ますね、出ます、うん、アボカドで程よいオイルと、うん、アボカドって脂っこいじゃないですか、はいはい、オイルと、うん、であとチキンもあの胸肉を使ってます、うわ、はい、朝これ結構な量ですよね、そうですかね、ご飯おかわりとかないので、もうこのワンプレート式が私流なので、ワンプレート乗る量しか作んないって決めてるんですよ、だからこれを出ちゃったり、なんかいろんな小皿にいっぱいこう作っちゃうといっぱい食べ過ぎしてしまうので、サンマなんか出ちゃうじゃないか、尻尾キッキッてなんかこう乗る量しか食べないって決めてるので、サンマはこれですよ、であの切って、うん、あのこう乗るようにちゃんとします、でも美味しいね、美味しいですね、あのね、うん、なんかそう重い感じじゃないんだよね、うん、これも、うん、そうです、そうです、うん、ナッツとかもかけてるのと、あと、うん、なんだろう、その十穀米が結構か、うん、よく噛まないと食べれないんですよ、白米って結構もちもちしてるから、うん、どんどん食べれちゃうんですけど、うん、よく噛まないと喉に入っていかないので、うん、ナッツにしてもガリガリ噛むじゃないですか、うん、なんで脳からお腹いっぱいになってくれるんですよ、なるほど、そうなんです、ちょっと脳をごまかすご飯といいますか、うん、あの食べ過ぎ防止になりますので、だいたいこういう感じでワンプレートで、はい、ワンプレートです、まあ、でも便利だね、うん、まあ、ただサンマがね、サンマはサンマは出ちゃいますよね、サンマ出ちゃいますね、うん、あの切って乗せてくださいどうしてもこう先ほども言ったみたいにこう下に重力働いてるので、お尻も胸も含めダラーンと下がってくる、それも鍛えていかないと上がっていかないので、上がっていかないですよね、上がっていかないです、どん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 垂れちゃいますから、はい、これお尻上げるって、まあ、バストアップって簡単なようだけども、まあ、相当厳しいですよね、まあ、いろんな方法があるんですけども、結構皆さんもお家で簡単にできるのを今からレクチャーしたいなと思います。その前にですね、ちょっとですね、はい、朝のお尻見させていただきます、はい、ちょっと全然そんな見せれるほどの、はい、あれですよ、このシマウマお尻、そのレギンスだけですけどね、あ、はい、これは
これも、上がりましたか。上がります、全然。やらないと下がりますから、うん、もう逆らってください、どんどん重力。そうか、はい、戦いですね。戦いですもん、重力と戦いですよ。そうです、年齢いけば重力と戦いですか皆さん、はい、宇宙と戦わなきゃいけないところね。ね、そうですよね。そうですね。ちょっとね、そのはい、じゃあ早速 ね、やっていきたい、はい、ね、面白いですよ ね、 ね、はい、ヒップアップですよね。ヒップアップです。まずね、すごく簡単です。普通にこうまっすぐ前見て直立の状態で、手は腰にしましょう。でここからどちらの足でも構いません。まず膝を高く上げてください。グラグラする方は低くても全然大丈夫です。高く上げたこの膝をそのまま後ろに持っていく。で膝が床につくまでで立ち上がります。今度反対の足いきます。膝を高く上げてこの膝を後ろに持っていく。この時に上半身もぐらつかないで、まっすぐ上から引っ張られてるようなイメージでやってください。元に戻します。アップ後ろ立ち上がる、アップ後ろ立ち上がる。結構こう後ろのあたりが熱くなってくる感覚を味わっていただきたいなと思います。ではやってみましょう。で手は腰、胸張って、頭からぐっと引っ張られているようなイメージでお腹の奥力入れて、どちらの足でもいいです。足上げてそのまま膝を後ろ、立ち上がる、反対上げて、おー上手、後ろ膝つくまでいきましょう。立ち上がる、アップ膝下、立ち上がる、はい膝タッチ、立ち上がる。あと4回いきましょう。そうです、ぐらつかないように気をつけてください。膝を高く、できる限り皆さん高く上げるのがポイントです。戻す、ぐらぐらしないようにお腹でコントロールして、ぐらぐらする。ラストいきましょう。はい、アップ膝つける、立ち上がる。できたじゃないですか。うまいですね。うまい、うまいです。おぐらぐら全然しない。全然しないですね。よかったです。やるときに皆さんちゃんとただやってるだけにならずに、今ここ使ってるんだっていう意識をピピピピピッと自分の使ってるポイントにちゃんと置いてくださいね。ただこうなんか違うこと考えながら運動するんじゃなくって、今こういうことやってるっていう意識をちゃんと自分の部位に持ってってあげてくださいね。こんないい女のあやさんなんですけども、はい、男はどうなってるの？タイプがあるんですかとか、うん、どういう人が好きなんですかっていうのはすごく聞かれるんですけれども、うん、あんまり別にそこまで男はこういう見た目でこうでこうでっていうのが実はなくて、自分に結構ルール決めるくせに、うん、相手に対してそんなにそこまでなくて、ただもう自分で自分色に変えちゃえばいいやって思っちゃうタイプ。自分色に変えますか？なんか自分なんかもう太ってるならジムに連れてきゃいいしとか。また厄介な女だなこれ。もう変えないちゃうわけだ。だらしない食事してるなら私がこれ食べなさい。これ食べなさいよと。そんなもん食ってんじゃない。これを食べろと。もうそれでこう、うん、自分で作っちゃえばいいやって思っちゃうので、そうするとあんまり芯がちゃんとあって。うん、ちゃんとこう時間にルーズじゃないとかお金にルーズじゃないとか、うん、そこのルーズさっていうのだけなくて、うん、ちゃんと一本ドーンって芯が通ってれば、うん、ある程度大丈夫です、うん、偉そうなこと言ってますよね。偉そうなこと言ってるけど、うん、すいません。なんで男いないの？そうですね、まあ、うん、私が厳しいんじゃないですかね。、うん、これ女性の方多いですよね。ねえ、バイバイってした時にここがプルプルプルってなるやつですね。バイバイでプルプル、バイプルだね。バイプルですよ。これはどうしたらいいですか？これはね、うん、もう絶対腕立て伏せです。腕立て伏せ。あ、腕立てでいいですか？もう腕立て、メンズはね割と得意かもしれないけど、女子はね腕立て苦手な方が多いんですけど、はい、できない方にもできちゃう、あの腕立て伏せレクチャーしますから、はい、はい、お願いします。はい、まず通常の腕立て伏せ見せます。はい、肩の下に先ほど、ね、説明した通り手の硬い部分がちゃんと肩の真下にセットアップしてください。このポジションね。でつま先はしっかり閉じてもらって、お尻が上がったり下がったりしないようにまっすぐ、頭のてっぺんから骨盤を抜けてかかとまで一直線。ここから肘を後ろに引いて胸をつけにいく。ここから押し上げる、タッチ押す、タッチ押す。これが通常の腕立て伏せなんですけども、これが多分結構しんどいんですよ女性。私も最初一回もできなかったんですけれども、最初膝つけてやるのをおすすめします皆さんね。
肩の下に手ついて、さっきこのポジションだったの膝ただつくだけ。こうすると半分の力で済みます。ここから同じです。肘引いて胸つけに行く、押し上げる、胸つけに行く、押し上げる。これだったら皆さん簡単にできちゃうと思うのでやってみましょうか。はい、このまま脇を絞って肘を後ろに引きます。せーの、胸つけに、うん、押し残さない、全部一緒にいっちゃう、ペタ、全部つけにいっちゃう、そう、そこから押す、せーの、よいしょ、もうちょっと手広い方がいく、はい、もう一回ペタ、ここで休憩しちゃっていいです、休憩しちゃっていいです、そう、そこからよいしょ、押し上げる、ついちゃっていいんですか、ついちゃっていいです、ついちゃっていいです、ついちゃっていいです、せーの、ここから上半身から上がっても大丈夫です。はい、タッチして持ち上げる、そう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 、あと2回タッチして、必ず胸皆さんつけてくださいね、ラストタッチして持ち上げる、 OK、 もうすごい、ここからでいいです、最初は、いいです、うん、一番やっちゃいけない、さっきね、やりそうになったんですけど、腕立てするときに女性だとどうしてもここから胸が上がってからお腹が上がる、こうなってしまうんですけれども、最初はそれでも全然いいです、やるってことが大事です。でちょっとずつできるようになってくると、お腹の締め方、お尻の締め方が分かってくると、一緒にちゃんと押し上げられるようになりますので、最初はゆっくり胸からあと腰上がってくるパターンでも全然大丈夫です。少しずつ段階踏んで、最終的に膝離して完璧な腕立て伏せができるようになれればベストです。はい、軽々とやってるんですね。そうですね、最初でもできなかったんですよ。あ、そう、もうトレーナーやってるくせに腕立てできない、懸垂できないみたいな状態だったんで、うん、それをこうちょっとずつできるように、だからできない人の気持ちがちゃんと分かるトレーナーになれてるかなって、自分ができなかった分ね、今はそう思ってるんですけれども、でもね、1回は2回3回ってね、そうです、1回からちょっとずつ、うん、回数が増えていけばバッチリなんでね、うん、ちょっとずつフィットネスレベル上げていきましょう。トレーニング続けられない人もいるわけじゃないですか、うん、そうです ね、 ね、そして大体の人が ね、 ね、 そうですね、最後に何かそのアドバイスをいただければ、はい、そうですね、トレーニング続かない人とか、うん、トレーニングじゃなくとも何か一つの目標だったり、うん、そういうこう続けなきゃ継続をものにできない人の特徴っていうのは、大きい目標を設定しがちな人なんですよ、うん、で大きい目標は持っていていいんです。ただちっちゃい目標っていうのは常に持っていてほしい。その、まあ、こうありたいっていう大きい目標を置いときつつ、じゃあ運動しない方が、じゃあ運動しなきゃいけない、やるぞって思った時に、こういきなりじゃあジムに通うぞってなる、それこそ大きい目標すぎるので、そこにたどり着かなかったらもうダメだって、挫折しか待っていないので、自分に成功体験を作ってあげるっていうのがすごく大事で、成功体験ね、成功体験、ちっちゃくてもね、ちっちゃくてもいいかも、自分で達成できる目標でいいんです。例えば、まあ、運動も、歩くことも運動の一つなので、じゃあ汗をかくまで家の周りをちょっとウォーキングしてみようかな、これで一つの目標クリアじゃないですか、うん、だから絶対叶う目標設定を一個最初、一番最初に設定してほしいんですよ。それがもう達成できたら、これ一個の成功体験になるんで、じゃあ次行ってみよう、じゃあちょっとジョギングしてみようかな、歩くことができたならジョギングは人間なんてできますよね、じゃあチェックつきました、じゃあ週にそれを3回やってみようとか、ちょっとずつ目標設定を上げていって、最終的に大きい目標にたどり着いてるもんなんですよ。私もそうやってきたので、大きい目標を置いときつつ、小さい点をいっぱい作って、それを線でつないで、この目標を勝ち取るっていうことを作ってもらったら、絶対継続を自分のものにできると思いますので、やってみてください、ね、はい、トレーニングすることによって、うん、やっぱりね、体が変わっていくってことですか。そうですね、うん、やっぱトレーニングを、うん、そう三日坊主にするのが一番ダメで、やっぱり継続、うん、もうライフスタイルの一部としてやってもらいたいです。もう歯磨きしないと寝れないと一緒です。そうだよね、うん、それぐらいこうきっちりね、うん、やらないと気持ち悪いっていうような習慣をつけることが大事なので、うん、今日も、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お土産を持ってきました。何ですか、お土産なんて。いや、いいんですか。どうぞどうぞ。マグカップ、ね、ほら、かわいいですね。そうそうそう、ちょっとね、かわいいですね。これシンプルなのうちのインテリアに合います。あ、そうですか。そういうことですね、はい、僕もこれお店で見て、これは絶対あやさんの
選んでいただいたんですね。行ってきましたよ私、原宿のお店まで。私なんかのためにありがとうございます、はい、また会いましょうね。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあとっとすじらからですね、はい、じゃあ走って東京まで、東京まで帰ってください。はい、ありがとうございました。バイ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 。とっとと帰ってきましたよ、ね、楽しかったですね。テリー伊藤です。毎回素敵なゲストをお招きするトーク番組ニコ&チャンネル、天才テリーの絶対これ流行ってます。チャンネル登録よろしくお願いします。